作品の主な舞台となる東京都渋谷区笹塚、旗ヶ谷周辺作品の舞台となる京王新線旗ヶ谷駅。手前の地下通路よりマクドナルド旗ヶ谷ゴールデンセンター店に直結しており、地上出口横にはアニメ版のモデルとなったモスバーガー、旗ヶ谷駅前、A、店が所在した作品の舞台となる京王線、京王新線笹塚駅作品の舞台となる笹塚なビル、 漫画版やアニメ版では、新王とユザが初めて出会った、シーンなどで、笹塚一丁目東交差点に隣接する笹塚な、ビルベッカンが頻繁に登場する、働く魔王様。は、我が、原里氏による日本のライトノベル。イラストは029が担当している。魔王城は6条1件。の題で、第17回電撃小説大賞銀賞を受賞。二千十一年二月。 電撃文庫より現在の台で刊行され、全27巻が刊行された。キャッチコピーはフリー,ーター魔王様が繰り広げる庶民派ファンタジー。異世界定位作品の一つ。異世界のは現実世界からファンタジーのような世界に行くパターンが多いが、本作の場合は、それとは逆にファンタジーのような世界から現実世界に行く物語となっている。 2021年3月時点でシリーズ累計発行部数は350万部を突破している。大会、イグノラに浮かぶ、成獣時大陸、エンテイスラ。闇の生き物たち、通称悪魔の王道落道を建設するべく、魔王サタンは4人の悪魔大元帥を従えて人間世界に進行していく。世界征服まであと一歩というところまで迫っていた魔王軍だったが、 そこに、政権を手にした一人の女勇者が現れた。名前はエミリア。破竹の勢いのごとく、魔王軍を制圧してゆく、勇者一行についに追い詰められた魔王は、復讐の悪魔大元帥、アルシエルと共に異世界へのゲートで撤退を、余儀なくされる。当てのないゲート漂流の果てに行き着いた、異世界で二人の悪魔が目にしたのは、人間になった己の姿と現代日本。 東京の摩天楼だった。魔力の存在しない日本では力を取り戻せず、東京の笹塚にある6畳1軒風呂なしのアパート、ビラローザ笹塚201号室を当面の住居、魔王城としたサタンとアルシエル。二人はそれぞれ、神王、サダオとアシアシロエへと名を変え、神王は日本征服のための足がかりとして、ファーストフード店でフリーターから、 正社員の座を目指してのアルバイトに励み、アシアは魔王城で主婦業や魔力回復のための情報収集に励んだ。一方、サタンたちよって同じくゲートに飛び込んだエミリアも、天界の力、正方形が存在しない日本では力を回復する手段が見つからず、英福町にある八条二軒のマンションの一室を当面の住居として彼らと同様にユサエミエと名を変え、 携帯電話会社の契約社員として、電話応対に励みながら新王たちを監視し続ける。さらには新王へ思いを寄せるアルバイト先の後輩、佐々木千穂のほか、遅れて、日本へやってきた悪魔大元帥、ルシフェルこと、うるしばら半蔵や、エンテイスラの高位聖職者クレスティアベルこと、鎌ま鈴の、そして魔王どころか勇者であるエミスラ抹殺しようと、目論む面々が現れるなど、 物語は二つの世界をまたにかけた展開を成していく。声は、電撃文庫マガジンボリューム18付録ドラマ CD、テレビアニメの声優。声優名一人の場合は、テレビアニメのみであることを示す。名前が平記されている人物は、地球での名前、エンテイスラでの名前の順。地球のセフィラエンテイスラのセフィラその他のセフィラ勇者の、 家族悪魔天使王邦人協会作品の舞台となる、東京都渋谷区笹塚の首都高速4号、新宿線と国道20号。アニメ版では、新王とユサがオルバラと戦った、シーンなどで登場する、セントアイレ帝国その他の国家笹木や笹、畑北高校どこでもテレアポセンター、洗濯キーフライドチキンマグロナルド笹塚、旗ヶ谷、英福町の人々その他はが、原里市。 零二九働く魔王様。アスキーメディアワークスかどかは、電撃文庫、全27巻第1期は2013年4月から6月まで、東京 MX 他にて放送された。原作、第2巻までと第7巻収録の短編、魔王、誠実な商売を、改めて決意する大元に構成されている。第2期は2021年3月に制作が、発表された。 テレビアニメ化に際しては企画者の長谷隆之曰く書店に行った時に偶然にも大賞金賞作品が売り切れていて金賞作品しかなかったんですよとのことだがスタッフには未来日記の監督を務めた細田直人をはじめ実力派が集結されシュタインズゲートやヨルムンのホワイトフォックスがアニメーション制作を担当しているまた 原作の世界観を壊さないことが重視されており、その発想から原作者にはエンテイスラゴを新規に設定してもらったほか、原作のコミカルな部分にはメリハリをつけるなどの注意が払われた。声優陣も第1話からアドリブを盛り込むなど、世界観を広げることに一役買っている。なお、オープニングアニメーションは第3話からついたが、制作上の都合により、 同話と第4話では特別版が放送され、第5話で完全版となった。2012年10月7日にテレビアニメ化の第一報が報じられ、公式サイトの解説とともに、スタッフが公表されたほか、主要人物から新王、エミ、アシア、チホの声優がそれぞれ大阪良太、ヒカサ子、小野ゆ東山なであることが公表された。また、同日に秋葉原オックスと、 ベルサール秋葉原で開催された電撃文庫秋の祭典2 0 1 2には上記の声優4人が出演しテレビアニメ化の告知を行った2013年3月30日と3月31日に幕張メッセで開催されたアニメコンテンツエキスポ2013には上記の声優4人に加え漆原役の下野博と鈴野役の伊藤香奈の声優2人そして オープニング歌手の栗林みなみが出演した。2013年6月4日から同年6月30日まで、秋葉原のグッドスマイルカラオケの鉄人カフェにて、本作とのコラボカフェが期間限定で開催された。カツドゥーンやキュウリの蜂蜜がけなど、本作に登場したメニューや、本作の登場人物をイメージしたドリンクが提供された。第一話の放送後には、 上記の注意から大好評となり、制作元へは大反響が寄せられた。また、アニメ、アニメの実施したアンケートでは2013年春季第3位を獲得している。反響は原作の売り上げにも波及し、最終話放送後の同年7月1日に、ブックウォーカーから発表された、ブックウォーカー年間ランキング2013上半期では、第2位の とある魔術の禁書目録を抜いて第1位を7月8日にブックライブから発表された2013年上半期ブックライブ電子書籍ランキングでは第2位の図書館戦争シリーズを抜いて第1位をそれぞれ獲得している。また2014年3月30日にダビンチから発表された電子書籍アワード2014では総合部門第8位。 ライトノベル部門第一位を獲得している。PD、DVDCD、ゲーム、ラジオでも働く勇者様は2013年3月2日から同年7月5日までランティスウェブラジオで毎週金曜日に配信されていたラジオ番組パーソナリティは日笠陽子と東山奈緒。ニコニコ生放送にて動画配信ありがとうございます。